ヤジさんとタさんの像、東海道中膝栗毛は、1802年から1814年にかけて初釣りされた、実編者19の国慶本である。栗毛は、栗色の馬。膝栗毛とは、自分の膝を、馬の代わりに使う、徒歩旅行の意である。大当たりして、今に至るまで読み継がれ、主人公のヤジロベと、チ、八、なげて、ヤジタは、派生する。 娯楽メディア類に、なお活躍している。文学的な価値とともに、文才とともに、絵心のあった作者による挿絵が多く挿入され、江戸時代の東海道旅行の実情を記録する、貴重な資料でもある。一般的には、上記の、やじ北あるいは、やじ北道中の通称で親しまれている。本作は、やじ北の旅行記の形式をとる。お江戸、神田八丁堀の住人。 土地面やや矢印へと居候の北八は妻と死別したり仕事上の失敗から勤務先を解雇されるなどそれぞれの人生で思うに任せぬ不運が続きつまらぬ身の上に飽き果て役落としにお伊勢参りの旅に出ることを決意した心情を整理して財産を風呂敷包み一つにまとめ旅立った二人は東海道を江戸から伊勢神宮へさらに京都大阪へと巡る 京都、大阪に行き、その後続編に入る。二人は、四国に行き、さぬきのコンピラ神社を参詣し、中国に行き、宮島を見物し、そこから引き返して、基礎街道を東に、善光寺を参詣し、草津温泉に行き、江戸に帰着する。二人は道中で、教科、写楽、冗談を交わし合い、いたずらを働いては、失敗を繰り返し、行く先々で騒ぎを起こす。 矢次郎米北八矢次郎米東海道の旅に出発当時数え年50歳。矢号は土地面や太っていて、作者によると、のらくら、もの、ただの親父なりという。作中では、下属で軽薄な性格設定がされているが、一方で楽器を演奏し、古今の書籍に通行し、教会や監視、また、法律文書も自在に作成するなど、 極めて教養の高い人物として描かれる。駿河国府中出身、実家は裕福な商家であったが裕等が過ぎて作った借金が元で、江戸に夜逃げし、借金は富士の山ほどあるゆえに、そこで、よ、とうを、駿河物かなと身の上を読んでいる。江戸では、神田八丁堀の長屋で、蜜田絵などを制作して生活していた。北八、北八出発当時数えで30歳。 矢ロベ衛の居候。もともとは、矢ロベ衛の馴染みの影間であったが、矢ロベ衛と共に、江戸に駆け落ちしてくる。ある商家に使用人として奉公をしたが、使い込みをした上に、女主人に言い寄ろうとして嫌われ、解雇されて、行き場を失い、矢ジさんと共に旅立つ。十九は1795年から、職業作家として多くの起票し他を出していたが、まだ大ヒットはなかった。 この国慶本の書編は、1802年正月に、村、田谷次郎兵衛が出版した。十九が、挿絵を描き、半下の聖書もするという安直さに、乗ったらしい。名所、名物紹介に終始していた、従来の気候物と違い、旅先での失敗談や、庶民の生活、文化を描いた本書は絶大な人気を博し、翌年に続編を出した。書名はそれぞれ、 浮世道中膝栗毛、道中膝栗毛後編献根で、東海道中膝栗毛の下題になったのは、次の第3編からであった。そして、東海道中シリーズは、1809年の第8編で一段落したが、1814年に、旅立ちの発端の編が、追いかけて出された。序編が、最後に書かれたのである。19は、頻繁に取材の旅をしたが、京都は、 未見で、名所図絵などによったのではと言われる。教科が多く挟まれている。狂言、浄瑠璃、歌舞伎、浮世造誌、落語、川柳などに関する彼の素養が、編中に生かされている。長編としての一貫性が整っているとは、言い難い。本書は、初出版から完結まで何年もかかっているが、 記述されたヤジ・キタの江戸から大阪までの旅のストーリーの時間軸は13日間である。19は、さらに後続の続秘ざくりゲシリーズを書き、ヤジ・キタは、コンピラ、宮島、木曽、安住の、善光寺、草津温泉、中仙道へと秘ざくり毛する。続秘ざくりゲ1810年から1822年にかけて刊行され21年後にようやく完結した。 さらに日光東照宮に向かう、続々、膝栗毛も書かれたが、こちらは、作者の死去により、未完に終わった。出版の経年的なデータを、次節にまとめる。版元は、第4編まで、通り油町村、田谷次郎兵衛であったが、第5から8編には、江戸の本国町二丁目西村元禄、通り油町鶴屋紀右衛門と、大阪の新災橋東仏町、 河内や助けも加わり、後発の、発端のそれは、曝露町二丁目角西村や与八であった。通り油町は、現在の中央区日本橋大田馬町である。挿絵は、発端の北川式マロの他は、ほとんど十九の自画である。1809年発行の、第八、ヒット作ゆえに、古藩木を加工したり、藩木を彫り直したりの違法は多く、百六十二年の、 開版が知られ、その後も本国が重ねられてきた。東海道中膝栗毛からヒントを得た作品は多数存在する。過去の娯楽小説を調査している山下太平によれば、明治期には矢次北たが、ガツ世界や人体内部を旅するパロディ作品が多数刊行されたという。ウェブ情報のほか、上記、最近の出版、現地の河野、図書3冊、及びカテゴリー、 東海道中膝栗毛を元にした作品も参照。ありがとうございます。